ボウルに入れるのはバターと砂糖と卵、よくかき混ぜてっと。あとは小麦粉を入れて手で固めればいいのよね。そうですお嬢、それがクッキーの種になります。薄く伸ばして好きな形に型抜きすれば完成ですよ。オッケー、サンキューつぐみ。クッキーも作ってみれば意外に簡単なのね。これならなんとかなりそうだわ。まあ所詮は高校の調理実習ですからね、そこまで凝った技術は要求されませんよ。そうよね、気軽にやろっと。さてどんな形に作ろうかしら。よいしょよいしょっと。あら霧崎さん、何ですかその形は。あ、普通に犬のつもりだけど。そのピカソの絵みたいな形が犬ですか。ふふ、相変わらず霧崎さんの造形センスは玄人好みですわね。何よ、下手だって言いたいわけ。クッキーなんて多少形が悪かろうと胃に入っちゃえば同じよ。これはまた極論ですね、お嬢。その点小先は造形だけは惚れ惚れするくらいに上手よね。クッキーの種でバラの花を立体彫刻するなんて、どんな芸術家だっての。これでアジサイまともならね。さて俺の方もあとは焼くだけだ。出来上がったら班の中で交換し合って採点ってことになってるが、はぁ、あ、ナナ楽。なんだよお前、誰のクッキー食べたい。やっぱ小野寺のが当たるといいなとか思ってるわけ。いや、できれば小野寺のは遠慮したい。なんだよおじけづいちゃって。てっきりお前のことだから、いくらまずかろうと愛さえあれば平気とか言うと思ってたぜ。お前は小野寺の料理をちゃんと食ったことねえから、こんなのんきなことが言えるんだよ。ついでに同じ理由で、ちとげのも却下だ。そういやお前、前におかゆ食って地獄見たとか言ってたよな。そんなやばいのか。ああ、お前もあの二人のクッキーだけは避けておいた方がいいぜ。臨死体験をしたくなかったらな。そこまで言われると逆にちょっと食べたくなるよ。愚か者め。完成！のほー！待ってました！ではあとは誰がどのクッキーを味見するかを決めるだけだな。それでしたら私のクッキーはもちろんラク様に。ちょっとマリカ、何勝手なこと言ってんのよ。別に早い者勝ちでいいではありませんか。ラク様も霧崎さんの変な形のクッキーよりは私の方を食べたいと思うに決まってますわ。なんですって。そんなことないわよね、ダーリン。あ、いや、まあ答えづらいっつーの。まあまあ、揉めるのはよそうよ。ここは一つこの割り箸のくじで決めない？箸に振ってある番号に当たった人のクッキーを味見するってことでさ。あ、そうだな、それなら公平でいいかもしれねえ。もう残念ですけど、ラク様がそういうのでしたら仕方ないですわね。では一人ずつ順番に引いていくことにしよう。一条ラク、まずは貴様から引け。おう、いきなり俺からか。7人分のクッキーの中に飛び抜けて形が綺麗なのと、飛び抜けて、なんつうか前衛的な形のやつがあるな。あ、それ私とちとげちゃんのやつだね。ああ、やっぱそうなのか。神様仏様、どうかこの2つ以外でお願いします。
ならば、わらわの出番じゃな。え？お玉？お前なんでここに？お主が困っている気配がしたからな。わざわざここまで来てやったのじゃよ。いや、困っている気配じゃなくて、クッキーの匂いに惹かれてきただけだろ。うむ、当たらずとも遠からず、じゃ。ったく、うちでおとなしくしてろっつったのに。ねえ、ラク、流しの下になんかいるの？まさか変な虫でも出たんじゃないでしょうね。あ、いや、大丈夫だ。もう追い払ったから。もう、わらわを変な虫扱いするとは無礼な。いいから、お前はここで隠れてろよ。見つかると厄介だからな。はいはい。まあ、流しの下からでも力を使う分には不自由はないがの。力？お前なんか変なことするつもりじゃねえだろうな。心配するな。悪いようにはせん。ほらほら、ラク、うつむいてないで早くくじ引いちゃってよ。後が疲れてるんだからさ。ああ、おう。お玉の言うことは少し気にかかるが、とりあえず引いてみるか。よっと、一番だな。私は三番ね。四番、誰だろう。幸運の七ですわ。6番か。2。そして、最後に残った俺が5番と。で、舞妓さん、誰が誰に当たったんです？では、番号に該当する名前を読み上げまーす。ん？あれ？どうした？へえ、驚いたな。こんな偶然もあるもんなんだ。どうやら全員が全員自分のナンバーと同じくじを引いちゃったっぽいね。嘘！みんなに自分のクッキーが当たっちゃったってこと？すごい偶然だね。そうね。7人のくじの組み合わせは7の会場通りだから5040分の1？ すっごいな。ありえないことはないけど相当レアだよ。レアでも嬉しくありませんわ。自分のクッキーを採点しても仕方がありませんもの。おい、これはお前の仕業か？無論じゃ。お主があの女子二人の皿を茶けたそうにしていたからの。ふふふ、感謝せよ。まあ、確かに。自分のクッキーなら食当たりを起こす心配はねえだろうけど。ねえ、ラク。だから、あんたは一体誰と喋ってんのよ。ああ、いや、別に。もう、いっそのこと、くじはなしにいたしません？この班の中であれば、誰でも好きな相手に食べていただいてよい、ということで。うん。まあ、それでも異論はないが。では、ラク様、私の愛の結晶をお一つどうぞ。はっ、わあ、ちょっとマリカ、何勝手なことしてんのよ。うふふ、早い者勝ちですわ。たく、あんたって子は。それで、ラク様、お味の方はいかがですか？悪くねえぞ。程よい甘さで舌触りもいいし、ちゃんとサクサクにまとまってるし。種の段階でバターと砂糖がしっかり均一に混ぜられてる証拠だよな。かなりうまい部類に入るんじゃねえか？まあ、そうおっしゃっていただけると、作った甲斐があるというものですわ。ありがとうございます。へえ、マリカちゃんのクッキー美味しいの？俺にも一つちょうだい。まあ、一つくらいでしたら。はい、どうぞ。はん！もう、確かに！これうまい！見た目もいいし、既製品って言っても通るレベルかも！立花って料理上手だったんだな。そりゃあもう、ラク様のために花嫁修行は毎日欠かさずにしておりますもの。料理だってお茶の子さいさいですわ。
どこかのゴリラさんと違って。ちょっと何よその言い草。まるで私が全然料理できないみたいじゃない。そんなことないわよね、みんな。私だってちょっとは料理できるわよね。え？何この空気。いや、それは、ね。私も人のことは言えないかもだけど。お嬢、その、大変恐れながら、この場合はさすがに、立花マリカに一理あるかと。つぐみまで！みんな、本気で私が料理できない子だと思ってる？違うのか？そんなことないわよ！私だって、密かに訓練を重ねてるんだから、一学期よりは絶対上達したはずよ！嘘だと思うなら、食べてみてよ、これ！結構自信作なのよ、これでも。え？これ自信作？なんかもうクッキーとは思えないくらいブヨブヨしてるんだが。まあね。あえて変わった感じにしてみたのよ。普通のクッキーじゃ素人っぽすぎると思ってね。絶対嘘だ。ちょっとラック。どうして固まってんのよ。もしかして食べられないっていうの？仮にも彼女の手料理でしょ？どうする？俺。ちょっと待て！これはどう見てもやばいだろ！一時の万有で身を危険にさらしちまってもいいのか？本当に食べるのか？待て、落ち着け。おそらくあれを食べたら、生命力を9割方持っていかれてもおかしくねえ。それでも食べるのか、俺。よし、俺も男だ。覚悟は決めた。いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。ん？思ったよりも舌触りは普通。一条くん？おい、ラク、どうした？やっほー、いほー、ほい。苦くて、はぁ、く、ほっぱくて、ひげ、はっけ、く。一条くん、水を！あの、もしかして、口に合わなかった？合わねえってレベルじゃねえよ。お前このクッキーに何入れたんだよ。何って、岩塩と黒胡椒、わさび、スプーンドリンクに、あとマスタードを少々かな。はぁ、ふん、隠し味にこだわってみたのよ。隠し味っておい、それ料理初心者が一番やっちゃいけないパターンだから。つーか、これはもはや食べ物じゃねえだろ。何よ、やっぱ私の作ったクッキーなんて下手くそで食べられたもんじゃないって言うわけ？まあ、そうとしか言えねえな。ひどい。何よそれ。ほん、もういいわ。あ、おい、ちとけ、どこ行くんだよ。まだ調理実習終わってねえぞ。うるさい、触るなバカもやし。あんたなんかマリカのクッキーでも食べて、鼻の下伸ばしてればいいのよ！ないで！ったく、なんなんだあいつ。わけわかんねえよ。いや、ラク、今のはちょっと言い過ぎじゃないの？え？
そうね。いくらそれが本音でも、今みたいに切り捨てたんじゃ、さすがの千棘ちゃんだって頭に来るでしょ。そうなのか？私も、千棘ちゃんの気持ち、ちょっとわかるかも。せっかく頑張って作ったんだから、ちょっとだけでも一条くんに努力を認めてほしかったんじゃないのかな。もしかして俺、あいつのこと傷つけちまったのかな。そうだと思うなら、今からでもお嬢を追いかけたらどうなんだ？お嬢の恋人らしく、な。まあ私としては、立花マリカ特製クッキーで鼻の下を伸ばすのも悪くないと思いますが。こら、チャチャを入れるな。わかったよ。とにかく俺、千棘を探してちょっと話してくる。うん。先生には、二人とも休養ができたって伝えとくから。すまん、小野寺。頼む。それじゃ。はあ、やっぱダメだったか。せっかくあいつが好きな動物の形に作ったのにな。って、こんなブヨブヨじゃわかんないか。まったく、あのバカもやし。どうせ人がどんな気持ちで作ったかなんて、わかっちゃくれないのよね。ねえ、たくん。たくんは私の気持ち、わかってくれるわよね。いい子だわ、あんたは。余ったクッキーで悪いけど。ほら、ちゃんと食べ。あ、爬虫類にもそっぽを向かれちゃった。どんだけまずいってのよ、私のクッキー。おい、ちとけ。あ、何よ、こんなところまで追いかけてきて。お前にちょっと話があんだよ。うん、こっちにはないわよ。さっさと調理実習に戻れば。あらら、すっかり拗ねちまってる。とにかくさっき言い過ぎちまったこと謝んねえとな。まあ、私はター君との語らいで忙しいの。あんたと話す。汗なんかかいちゃってさ。で、なんなの？さっきのクッキーの出来に、イチャモンでもつけに来たってわけ？別に、あんたが謝ることないでしょ。悪いのは、クッキーもまともに焼けない私なんだから。え？そりゃ、頑張って隠し味入れたりはしたけど、でも、それが裏目に出てちゃ意味ないでしょ。方向性を変える？隠し味を変えろってこと？え、道具や火加減でも違う？そっか。そうよね。いろいろやりようはあるのよね。でも私、料理の基本とか、結局のところ知らないのよね。誰も教えてくれなかったから。え？あんたが教えてくれるの？仕方ないわね。そういうことなら、まあ、付き合ってあげるわよ。定期デート代わりにお料理教室ってのも新鮮かも。ちょっと楽しみになってきた。言っとくけど、俺の指導は甘くねえからな。ビシバシ行くぜ。私の覚悟だって甘く見ないでほしいわ。すぐにあんたの舌をうならせるような料理を作ってみせるんだから。言ったな、この野郎。ま、それはともかく早く調理実習に戻ろうぜ。みんなが心配しちまってるかもしれねえ。そうね。お二人さん、おかえり。ごめんね、みんな。急に抜けちゃって。実習の方はうまくいってる？いえ、それなんだけど、二人がいない間に
ちょっと困ったことが起きたのよ。困ったこと？なんかね、私の作ったクッキーがいつの間にか消えちゃったんだよ。お皿だけ残して。何それ？誰かが盗み食いしたってこと？いえ、見ていた限りそのような不届き者の姿は見受けられなかったのですが。クッキーが一人でに消えるなんて、おかしな話ですわよね。一人でに消えた？まさか。ラク、どこ行くの？痛い。腹が、痛い。バカだな、お前。よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ！いわゆる、現実逃避というやつじゃな？うぅ、やべえ！寝る時間がなくなる！ラク様、おはようございます。もうおはよう。突然ですけど、ちょっと心理テストをしませんか？ほんとずいぶん突然だな。まあいいけど。ありがとうございます。では、あなたは丘の上にある白い家の前に立っています。白い家には大きな窓があり、中には幸せそうな夫婦と子供が二人います。さて、窓から見えるカーテンの色は何色でしょう？それ聞いて何がわかるんだ？いいですから、直感でお答えになってください。カーテン。カーテンか。丘の上で家は白いんだろ？色合いを考えると、薄い緑とか？なるほど、なるほど。わかりました。参考にいたしますね。え？あ、おう。で、意味するところは何なんだ？え？心理テストなんだろ、これ。あ、ああ、そうでしたわね。内緒です。なんだよ、それ。ダメだ。体が言うこと聞かねえ。ラク、どうした？いや、ちょっと、おい、ラク！キョコちゃん！ちょっと、こいつ保健室連れて行きます！はいよ。ゆっくり休んできなよ、一条。おいっす。ちょっと無理しすぎたか。